山崎定治さん、はい、ライブ配信ありがとうございました。いやいやいや、本当もう初めてのケースっていうか体験というか、すぐこう皆さん方のこう反応がこう入ってきて、質問コーナーとか、とってもこうなんか和気あいあいにこう進められた、そしてまたこの、まあ、インターネットっていうんですか、この電波のこう強さっていうのをの改めてこう知りましたね。遠くにいてもね、皆様からの声援がたくさん聞こえてきましたね。いや本当にもう素晴らしい、ゆうゆうモデルさんのライブ配信ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。またいつでもゆうゆうモデルに遊びに来てください。いいとも。いや、ありがとうございます。ゆうゆうライブミニコンサート in 高田馬場、2021年7月22日木曜日、出演者募集スタートです。ステージの種類は3種類、10分間ステージ、20分オリジナルステージ、30分オリジナルステージ、この3種類からお選びください。そして夜の部は新しい音楽番組、加山明夫のゆうゆうミュージックがスタートします。加山明夫が司会を務め、ゲストと一緒にライブ配信、インターネットの生放送で皆様に素敵な音楽番組をリアルタイムでお届けします。お問い合わせはゆうゆうモデルまで。お待ちしております。第4回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年9月9日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は北川大輔と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフは某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで。お待ちしております。第5回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年11月11日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は山崎定治と歌仲間、夜の部は加山明夫と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフはジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで。お待ちしております。